どうもこんにちは。こんにちは。奈良ちゃんです。奈良不思議の吉田桃です。川上信です。よろしくお願いします。お願いいたします。前回だと思うんですけど、はい、その投稿者の方が、はい、家族から1日2回風呂入るの禁止されてるみたいな、はい、なんかあったじゃないですか。僕のお話の冒頭でね。はいはいはい。すごく僕共感しまして、あの撮影の後も。やっぱりね、はい、奥さんが1日2回、ね、シャワー浴びるタイプじゃない人の場合、もうそんなの持ってのほかなんですよ。なるほど、はい、厳しいもんなんですね。そうなんですよ。なんかね、なんで私はその、はい、法の下で今暮らしているのでそんな法破れないのかい、破れないのかよと。で一回そのね、実家の方にその子供連れてちょっと遊びに行くっていうのを、はいはい、狙って僕も朝からお風呂入ったんです。この前の話の体験者と同じことしとるやないかだからあんなリアクション良かった時に、ね、お風呂入りまして、はいはい、完璧にもうそのあたかもシャワーは浴びましたけども、ね、洗いましたんで、ちゃんとお風呂洗いましたんでっていうね、痕跡を残さずにやったはずやのに、やっぱり奥さんちゃんと見てますよね。わかるんだ、お風呂の蓋の向き。鑑識じゃねえかだってこっちはパーフェクトクライムですよ。完全犯罪やったつもりでしょ今。もちろん完全にやりました。でもお風呂の蓋のちょっとこのさ、角っこが尖ってるバージョンとちょっと丸まってるバージョンのその向きでバレました。いやもう警視庁に勤めた方がいいんじゃないですか奥さんは。入ったなって言われて私がいないのを分かった上で入ったな。恫喝も立派、申し訳ございません。ああ、感謝。そこはね、もうね、嘘つくしょうがないんで。なるほど、ね、嘘が一番いけないんでね、犯罪をした場合は社長ですよね社長ですよね。社長なんです。水が自由に使えないね、社長は珍しいですけどね。そういった法の下で暮らしておりますので、よろしくお願いします。そんな私が今日怪談話させていただきます。富山県、ね、にお住まいの千尋さんという方からいただきまして、はい、でお母さんが基本的には霊感めちゃくちゃ強いらしいんですよ、はい、それで千尋さんも若干 あるタイプなんですけども、うん、15年ぐらい前にお父さんが家を建てたんです、うん、はいはい、でその場所がですね、こう富山県で、バス工場、大きいバス工場の跡地に、うん、なんかこうね、新興住宅地みたいなこう住宅いろいろ建って、はいはいはい、でなおかつ団地とかもね、はい、建って、なんか一気にその改築したというかさ、はいはい、開発が進んだ、ね、開発進んだ場所なんですって、うん、で、そこにしようって決めた理由がですね、うん、まあ、田舎とはいえ坪がですね、一坪2万円破格の値段。安いよね。なるほど、それは安いわ。でね、もうこれは安いぞと、うん、でなんかもう家買おうつって、はいはいはい、で買うわけなんですけども、うん、でその家にはですね、まあ、千尋さんご夫婦子供ちゃん、うん、でお父さんお母さん、うん、おいで、おばあちゃん、はいはい、で、千尋さんの弟さん、はいはい、だ3世代でね、こう住むみたいな大きい家ですよね、はいはい、豪邸建てたんですよ、でそこに引っ越すってなったんですけども、どうでもね、お母さんが霊感が強い、うん、お母さんがそこの場所はちょっと嫌だなと。で何が嫌かっていうのは今の状況だとちょっとわからないけども、うん、なんかね、バス工場がその前あった、うん、その時点からそこの場所っていうのがちょっと雰囲気が良くなかったんですって。あ、お母さん曰く、ね、うん、理由はわからない、うん、でも嫌だったんですって、うん、でそこの場所に家建てることを渋ってたんですけども、うん、家もう安いから行っちゃうよっつって、でもうそこにね、家を建てて住み始めるんですけども、今思えば母が嫌がっていたのをちゃんと聞いていたらなというふうな後悔をされているというそうなってしまうお話なんですけども、だいたいね、こう住み始めてから3ヶ月ぐらいしてからですかね、うん、まず、旦那さんに不幸が訪れるんです。旦那さん、はい、何が起きたかと言いますと、ご主人がですね、最近頭痛がひどいって言い出すんですね、うん、もともと偏頭痛持ちだったのか、この、ね、最近ひどいんだよなみたいなこと言ってて、うん、自分病院で検査してもらったらいいじゃないっつって病院で検査するんですけども、うん、どこも異常がないんです、
病院で検査した結果異常がなし。なのにもかかわらず検査結果が出てから3日後ご主人職場で倒れるんです、頭激痛で倒れ耐えられずにバタン倒れてしまって、で救急で運ばれて、そのまま亡くなってしまう、ご主人亡くなるんです、で司法解剖も、もう原因不明、突然死で結論付けられたんですね。で次にですね、不幸になっていくのが娘ちゃんなんですけども、原因不明の高熱が出て1ヶ月近くもう熱が下がらない状態で入院する羽目になって、これも原因がわからないんです。で次お父さん、工事関係で働いてたんですけども、重機をねこう運転する、係で、その時でこう重機を運転して時にですね、誤って崖から転落してしまうんですね、で重機の下敷きになって意識不明の重体、でも命は奪われなかった重体なんです。で千尋さんご本人もですね、これがねくも膜下出血で倒れてしまって、で入退院を繰り返す羽目になって、で手術もしてっていう状況なんですよ。これらはもうすべて引っ越してからこの3ヶ月以内に全部集中的に起きるんですよ。もうおかしいじゃない。ありないでしょ。ね。で、もうその期間でこんな感じで起きてるってことはもうたたりとかそういう類なんじゃねえかってなるんですよ。ご家族もね。で、お母さんがですね、まあ霊感が強いっていうね、お母さんがこれはちょっと怪しいっていうので知り合いの霊能者、やっぱ霊感強い方って。霊能者の知り合いって言い張るんですよね。頼むところがやっぱあるんでしょう。あるんです。相談したら何でも答えてくれるような霊能者の方がいてて、今までも何回かご相談してるんですって。でその都度優しくね対応してくれて、いろいろな策をこうしてくれて、でそうやってね親身になって話聞いてくれてたこの霊能者、霊媒師の方ですね、でこの方なんですけども、何回電話しても出ないんです。なるほど。プラス、もう直接自宅行こうっつって、自宅に伺っても話すことができない、いなかったりとか、タイミングってことね、ちょっと今手が離せませんとか、なるほど、ね、お付きの方が、今ちょっと手が離せないんですみたいな感じで話すことができずにいたと、でもうお母さん次は自分の番だと、もう怯え切って暮らしてたんですよ、で、そういう状況から1週間してから急に連絡もなしに霊媒さんが家にやってきたんですよ。やってきたんだ。で、お母さんがこうなんか言う前に、霊媒師が言うんです。ずっとね、様子を見に来たかったんだけれども申し訳ない。邪魔されていたのかわからないが、なかなか来れずにごめんねって言うんです。はい。でね、じゃあちょっとお分かりくださいと、相談したことがあるんですね、家の中入れようとするんですけど、その霊媒師の方が玄関から先に入ってこない。ごめんね、入れないよって言うんですって。どうしてか聞くじゃない。聞くよ、もちろん。ね。そしたら、簡潔に言うねと。簡潔に言うと、仏壇と神棚が喧嘩しているよ。ほう。説明は非常に難しいんだが、簡単に言うとこういうことなんだよと。大変なことになっている。今すぐ何とかしないと、この家の当主から殺されていく。旦那さん亡くなってたんで。ね。もう今の代だと、そのね。奥さんの旦那さんが当主ってことになるから亡くなっていくと、そうなんですねと。で、次の被害者なんですけども、まあそのね、その状態でもレバシャの方帰られて、で一応状況を伝えに来てくれてたけど、その後なんですけども、次の被害者は、シルバー人材派遣会社で働くおばあちゃん。おばあちゃん、まだおばあちゃん元気なんですけど、おばあちゃんがね、夜になっても帰ってこないんです。おかしいんですよ。普段だったらもう帰ってきてる時間なのに帰ってこない。で、会社に連絡してもいつも通り帰りましたよ、つって、でね、もうこれは心配だから。ね、高齢だし、もう警察に連絡しよう、それはいい。で、ね、この近所の方とかとも探した後に警察にも電話して、で、ね、捜索願い出したんですけども、残念ながら、現在も行方不明なんです。あ、そうなの、ね、はい。で、行方不明になってから7年後、もう失踪宣言することになるんです。だから今も行方不明の状態で見つかっていないんですって、でもうそういう風な状況でもう途方に暮れる千尋さんたち家族ね、でもうこれはあの時情報をいただけた霊媒さんに本格的にもう力になっていただかないと、ちょっともうどうすることもできないんじゃないかと、
ね、霊媒さんに相談したら分かりましたと、意を決したように霊媒さんが来てくれて、うん、で、霊媒さんが見てくれたんですけど、はいはい、嫌がったんですよ相当。でも家の中入ってくれて、ね、うん、話してくれた内容なんですけども、うん、建てたばかりの家で申し訳ないんだけども、前に言った通りここまでの喧嘩は見たことがないんだと。で今は仏壇にいるご先祖様が強くて、うん、何かあってもギリギリのラインで守ってくれてるけども、うん、まあもうだいぶご先祖様も押されている状況だと。あ、何にやねんって話なんですけど、まだそこには触れない。で押されている状況だから、一刻も早くもう神棚そして家財道具すべてを置いて、うん、このまま家を出た方がいいって、買ったばかり豪邸なの、出ちゃうの、ね、でも背に腹は変えられないんですよ、ね、命を奪われ、はい、おばあちゃんも行方不明、うん、娘入院している、ね、でもう家の中にいるのはもう渋滞からね、なんとか退院はしたけども、うん、寝たきりの状態のおじいちゃんと、ね、お父さんか、お父さんと、はいはい、でお母さんと、はい、でチーロさんだけなんで、うん、でもうこれはもう引っ越しない、引っ越ししないダメだなっていうので家族会議の結果、うん、引っ越しするようになるんですけども、うん、これも邪魔されるんですよ、契約までこぎつけても大家さんから NG の理由わからないんですよ、なるほど、ペットも飼ってないしね、うん、もうその NG になる理由が分からずに2年間引っ越しできないんですよ。わ、かわいそうに。でその間家の中では誰かが病気とか怪我に悩まされることもなくね、うん、はいはい、ね、無事に退院される家族の方がいたりとかで、うん、なんとか乗り切れたんです。これは霊能者の方が、霊媒師の方が簡易的なお祓いをしてくださった、してくれたために、ね、うん、で守られていたのか大丈夫だったんですけども、はいはい、でも心霊現象っていうのはそこから多発するんです。もうね、仏壇の扉が朝になったら勝手に開いてたり、はい、で仏間の引き戸が勝手に開いてて、階段が誰かが、はい、階段をね、こう誰かが登ってきたりする音が聞こえたり、よくあるような、ね、そういった家の中に誰かがいるという状況が頻繁にあって、でたまになんですけども1時間以上ドアをノックされ続けたりするんですって。もうそんなもう精神的にやばいじゃない、もうね、やばくなってくるから、でもうこれ耐えられないなっていう、うん、で中でもこの千尋さん今でも不思議に思ってることが一つあるらしくて、うん、自分の部屋があるのにもかかわらず必ず仏間で寝たりとか、うん、あと神棚が置いてあるリビングとかの下にベッド、布団引いて寝たりするようになるんですって。でその間ずっともう自分が自分じゃないような状況で、あ、なるほど、ね、口半開きな状態でそれを姿を家族が見てるんですって。でいよいよ私も何かなってしまうんじゃないかっていう、そんな感じですよね、うん、で、状況でね、もう自分自身もおかしくなってることに自分も気づき出すんですね、うん、である日神棚の下で寝ていた時なんですけども、うん、お母さん、ね、叩き起こされたんですよ、はい、起きなさい千尋っつって、うん、何急に何っつって、怒鳴らないでよって、あんたずっと何言ってんのよ。え？いや寝言でしょ。言ってたとしたら寝言でしょ。寝言にしても内容よ、うん。あんたね。呪ってやる。死にたればいいの。呪ってやる。死にたればいいの。呪ってやる。死にたればいいの。ずっと言ってたのよ。めちゃくちゃ怖いな。やめなさいよみたいな。いややめなさいも何も。わからんし。わからんしみたいなね感じで、その日は終わったらしいんですけども、そういう状況が続きまして、で霊媒さんにね、うん、無理を言ってまた来てもらって、うん、こういうことをもう娘が言ってるんですと、はい、で相談をしたんですね。で分かる範囲でいいので、もうその後の状況と今後どうすればいいのかってアドバイスを求めたんです、はい、そしたらその霊媒師の方が話しづらそうに言葉を選びながら話してくれた内容なんですけども、うん、まずここの土地なんだけどね、バス工場の前はお寺だったのよ。ああ、そうなんだ。でおそらくだけど廃寺になってしまって少し時が経ってからバス工場がその上に建てられた。なるほど。ということは廃寺になってしまっているので、うん、そのままお墓も、うん、ね、中に、ね、ね、葬られてる方が移動せずにそのまま上に多分バス工場を建てられてる。でその後、まあ、こういった家がねいろいろ建っている状況なんで、原因はそれがまず一つ目って言うんです。一つ目、はい、
で、あの実際ね、このバス工場の跡地に建てられたその新築のアパートがあったらしいんですけども、はいはいはい、そのアパートなんですが、まあ、新築なんで、入居がすごい殺到して、はいはい、もうすぐに部屋埋まったんです、うん、でも1年経ったら入居者ゼロになってるんです、そんなことある？おかしくないですか？で、このそういう状況になって今はもう壊されて駐車場になってたりとか、でね、あの千尋さんのこの家のこの周りなんですけども、うん、数十軒あの戸建ての家があったらしいんです、はい、でも今の状態ってもう買い手が見つからずにもうほとんど住んでないんですって。で原因2つ目ですよ、うん、この原因2つ目なんですけども、これをですね非常にこの霊媒師の方は言いづらそうにしてたらしいんですね、はい、2つ目の原因はね、失踪しているおばあちゃんなんだよ。おばあちゃん、なんで？昔からね、あの人には因縁めいたもの、うん、怨念めいたもの、そういったものを感じててね、本人に何度か伝えたことがあるんだけどね、その度に鬼の形相のように怒り狂ったように私追い出されてしまったことが何度かあるのよって言うんですよ。もともとね、このおばあちゃんって因縁めいたものとか怨念みたいなものを非常に影響を受けやすい方なんですって。あ、そうなんですね。でた、あの素養がある方が、うん、因縁めいた怨念めいた土地に引っ越してきたためにプラスアルファになってしまって、良くないものの権化と言いますか、そういったような状況になってしまってるんですって。でちょっともう今その土地のものがおばあちゃんに取り付いてしまったのかわからないけど、うん、おばあちゃんは生きているとどこかで、ね、ただ生きているけどももう家に帰りたくないってなってるんです。そうなんだ。だからおばあちゃんはもうその取り付いているものが自然的にあるのかわかんないですけど、もう抜けないとこの家には戻ってくることはないですよ、そんなこと言われたんですって。でそれから無事にね、千尋さん一家は引っ越せたらしいんですけど、あ、よかったですね。今の今までおばあちゃんは戻ってきていない、失踪されたままなんですって。で気になるでしょ、その家どうなったか。今現時点はですね、はいはい、そのね、千尋さんが家売却してから、買い手が見つかってね、売却してから何軒か家買い手が変わってるんですって。あ、そうなんで、入ってな、うん、4世帯ぐらい入って分けて入って分けて繰り返してて、もうこれはいよいよまずいってなったこの霊媒師の方が今買ってくれて、うん、その家を事務所兼はそう住宅にしてくれて、あ、そうなの。今この霊媒師の方が、うん、お払い続けている最中です、払い続けている、払い続けている。でその土地にもうね、この霊媒師も自分の役目だと思ってしまっているらしくて、もうその土地自体、その家を軸にして、その土地自体のお払いを試みている最中なんですって、そういったエリアが富山県にあるということで、千尋さんからお話いただきました。すごいお話でしたね。すごいんですよこの話、規模感の大きさとともにね。でもやっぱりおばあちゃんは最初からその土地が良くないっていうことを分かって、お母さんか、お母さん分かってたんだよね。いやだからね、そのバス工場、お寺、元が灰寺があったそのバス工場のエリアとは違うところに住んでて、ご近所だったんだけども、安いからっていうので入ってきて、そこでもともとそういうね、いろんなものを受けやすいおばあちゃんが媒体となってしまって、いろいろな不幸を家族に巻き起こしてしまったみたいな、ね、かわいそうだなって思うのが、そのおばあちゃんだってさ、うん、別がそれに自分が引き寄せやすい体質だって分かってたのかな。私ってなんかそう因縁怨念みたいのを受けやすい、これね、もともとこの霊媒師の方が言うには、はいはい、何かもうそういう方なんで、常に何かが乗ってしまってる状態なんですって。そうなんですね、はい、だからこのおばあちゃんにまつわるちょっとそういう怨念めいた話もまだあるんでということで、うん、そうなんですか、はい、続編を待っている状況ですね。いや、とにかくとにかく、はい、その霊能者の方にもね、はい、頑張ってほしいし、あと千尋さん家族の、うん、ね、無事でね、無事でね、うん、おばあちゃん戻ってきてほしいですよね。本当、ね、心から願っております、はい、という話でした。すごい壮大なお話でございました、はい、ということで以上、たなしいチャンネル以上でございます。ありがとうございました。